はい、3本目です。3本目は産経の記事なんですが、今度の舞台は、イギリスです。で、イギリスの、まあ、知っている方は知っている、こう、なんだろう、発想が斜め上に、あさっての方向に吹っ飛んでいくことがたまにあるっていうネタね。うん。ただまあ、やらんとすることは実は評価するって話です。まあ、要は、四つに言う英国面なんだけど、やろうとしたことはわかるんだけど、出てきた結果はこれかいっていう話です。はい。産経の記事です。さっき言いましたね。密でダンスパーティー実験 A マスクなしで3000人だそうです。おーすげえな。一気になんだ、実際にこう密になった時のこう実証実験をやるってかってね。まだ6たら落ち着いてねえのにっていう話なんだけど、英国中部リバプールで4月30日、昨日だねよう食いついたな、産経新聞。新型コロナウイルス検査が陰性を確認した3000人が参加するダンスパーティーが開かれた。これね、陰性確認して、ダンスパーティーは行き過ぎだけどさ、会食はありだと思うよ、私はね。うん。うん。陰性を確認したから、とりあえず現段階においては、ね、そう、検査した段階においては、ウイルス保有者じゃない。まあ、もちろん、PCR 検査に引っかからない株がいるのも分かってるけど、通常のウイルスの変異前のやつは検知できるはずだからね。うん。その状態で、まあ、だからっつって、みつみつにやる必要はないけどね。うん。もう、なんだ、ろくたらこと言わんで、こう、とにかく蜜を作ってしまえみたいなことやってる場合じゃねえのも分かってるけど、たださ、言うたらこれ人体実験なわけよ。うん。でね、この後、このダンスパーティーの後、サッカー観戦とか、いろいろやってみようと思ってるみたいなこと書いたんだけどさ、いや、ダンスパーティー以上、それ以上どうしろっつうのさ、ダンスパーティーお前さらは、スタジアムなんだ、屋外やろうかって、万人集める機会って話だけど、確かに、イギリスは、ロックダウンきっつくやってるおかげで、だいぶ減ってきたらしい。感染者の増加が率がね。うん。だけど、まあ、決して止まったわけじゃないし、今だって追っかけっこの最中だし、言うたらなんだけど、こう、ワクチン効かんやつも出てきてるわけなんだから、実験はですね、収束が目に見えて、こう、トンネルの出口がさ、もう目の前に迫ってるからやりゃいいのであって、それはさ、何こう、ワクチンの臨床試験とか、薬の臨床試験をやるべきだよ。やるべきだけど、何こう、感染段階におけるさ、どうすれば感染が拡大するんだろうとか、どうすればしないんだろうとかいう実験をさ、今やるか普通。あったもありんじゃねえのって。ガチ英国面だよね。うん。いや、面白いとは思うけど、これに住んでなくてよかったなと思うよ。正直言って。うん。でさ、この中に一人でも偽陰性が偽の陰性が混じってて、で、まかり間違って、こう、ドバーって広がっちゃったらさ、2週間後に3000人の中のさ、何パーセントかがウイルス発症ってやつなんだね。で、だいたいさ、これやったからといって、普段街の中にいるんだよね。いるんだよね。ってことは、完全に、こう、これがさ、このパーティーだけじゃなくて、完全に3000人だけの共同生活にしました。陰性1回測った連中の3000人だけの共同生活にして、14日間隔離します。ってことをやれば、まだね、意味があると思う。だから、その一瞬の3000人のパーティーだけで、何が調べられるんだろう、ですよ。被験体っていうのは、同じ環境で一旦は揃えてやってみる。次は別の環境で同じ人数を集めてやってみるっていうのを繰り返して試験をやらなきゃいけないんだけどさ。で、このダンスパーティーの前後、こいつら普通に飯食ってるだろうし、帰って家でこう、家族で飯食ってるだろうし、はてはまあマスクしないで街中パラパラしてるだろうし、マスクしてパラパラしてる人もいるだろうし、そんなバランバランな被験体を集めてきてさ、とある一瞬、ダンスパーティーで集めましたよ、陰性でーす。あとは知りませんっつって14日後にまた検査すんのかい。アホちゃうかってね。うん。まあ、いいよ。好きにやりゃあと思うし、英国面だから見てて楽しいけど、とりあえずさ、これに関しては、試してみたっていうレベルでね、本気で。の割には、規模がでかい&危険率高いと思わね。うん。そこはさ、
10人ぐらいの会食からスタートしようよ。まずはさ、いきなり3000人ってのはどういう英国さんや、うん、ちなみに画像があるんだけど、めっちゃはっちゃけてますこいつら。実験であることはおそらく気づいてなくて、ただかけましょう、ただパーティーしたかっただけじゃねこいつらと思うんだけど、みんなはどう思っただろうか。ということで3本目で押したいと思います。ありがとうございました。